両チームとも打線が非常に好調ですから、これはもう点の取り合いの試合になると思いますね。なるほど。さあ今日は打撃戦になるんでしょうか。最初はストレートから持ってきました。2球目はどう攻めるか。フォークできました。3球目はどうするか。コーナーを攻めます。次のボールは振っていきます。一二塁間はどうだ。ノーアウトからランナーを出します。陽大館バッターボックスに入ります。第1球はどうか。まずはストライク。どう攻めるのか。ストレートを持ってきました。キャッチャーの要求はファーストランナースタートを切った。ファーストランナーは一塁へ送ります。アウトだ。華麗な守備を見せました。いやー、黒木さん、ナイスプレーですね。気持ちの入ったプレーでしたよね。本当に選手一丸となって戦っている感じがチームに溢れてますよね。必死に食らいついているこの姿ですね。ファンも大喜びのプレーでした。まず変化球を見せてきました。次のボールはこれも鋭い当たり、ヒットになった。ツーアウトからの先制のランナー、打ったバッターは二塁へ。伊藤さん、どうしてもランナーを返したい場面ですよね。そうですね、クリーンアップですので、十分その得点のチャンスですからね。次の2球目、左へのフライになった。しかしファウルボールです。外、さあセカンドランナーは先制のランナー、頭上を越えそうだ。先制点が入ります。ホームまで帰るんじゃないですか。セカンドランナーがホームに帰ってきました。1点先制。初回から優位に立っていきます。次のバッターを迎えます。稲葉篤の追加点が欲しい場面でのバッターボックスとなります。最初はカーブから来ました。2球目です。これも痛烈な打球。今のでこの回4本目。このゲームはいきなり動きがありました。これも強烈な打球。どうだ、どうだ。追加、初回一気に点差を開いていきます。初球変化球は空振りです。この回7人目のバッターです。どう攻めるのか。高めはこれで追い込みました。スリーランホームランを許しています。キャッチャーの要求はこれは際どいか。いきなり先制点を許しています。あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ。まっすぐの球当てさせませんでした。オーダーです。代わって守りますファイターズの先発ピッチャー、ペッペ、しっかり抑えてくるんでしょうか。最初の球は初球見送っていきます。次のボールは直球で決めました。
際どく攻めるのか。スライダー、低めのボール打ってファーストへの打球、ライトへヒットを打ちました。内村健バッターボックスに入ります。第1球です。初球簡単にストライクを取ります。2球目ランナー走ります。盗塁成功。やはり立川さん、ここで走ってきましたね。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。その警戒をかいくぐってですからね。でもこの足があればね、チームは助かりますよね。打ってライトの前ワンバウンド、セカンドランナーは一気にホームへ。ボールが返ってくる。今セカンドランナーホームイン、タイムリーツーベース、1点を返します。点差を縮めてきました。次のバッターとなります。まずい数を得点圏にランナーを置いての打席になります。最初の球は最初からコーナーをついてきます。ゾーンいっぱいに投げ込みます。2球目はどう攻めるか。打っていった、1塁アウト、ランナー進めました。最初のボールは初球空振りになりました。どう攻めるのか。バッターは見送りました。3球目強い当たり、打球は左へ。どうだどうだどうだ、わずかに外れてツーツー。バットを出しませんでした。どこから攻めるか。初球コーナーをついてきました。枠いっぱいに決めてきました。2球目、これはストレート。次が3球目、速い球まっすぐのボール、直球で追い込みました。この球はストレート外れました。次が5球目、低めを打ってこの打球はファウルになります。さあどういった、あっと見逃し三振、スリーアウト。さて試合は3点差となって2回に入っていきます。2回の表ファイターズの攻撃、この回の先頭バッター金子誠、今日の第1打席に入りました。ボールを追っていきます。ノーアウトからランナーを出していきます。あっとセカンドを狙った、狙ったぞ。レフトへのツーベースヒットが飛び出しました。ファイターレフトへのツーベースヒットでランナーを出しました。何から持ってくるか。送ります。さすが職人芸、簡単にバントを決めています。最初の1球、これは大きい大きい大きな打球だ。追加点となるタイムリーになります。セカンドが中継、サードランナーがホームベースを踏みました。得点シーン、リプレイでご覧いただきます。早くも試合の主導権を掴んだと言っていいでしょう。初球、外に来ました。ボールの球に手を出しました。コーナーを狙います。外へ2球持っていきました。1球様子を見るのか。次の4球目、あっとワイルドピッチ、加えます。5点差に広げました。トルクさん、なんとも悔しい降板となってしまいました。そうですね、何
内容的にも仕方ないと思います。イーグルス2番手ピッチャーをマウンドに送ります。山村ワンアウトランナー2塁の場面でマウンドに上がります。ファイターズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。送球がアウト、一塁アウト、ツーアウトで次のバッターを迎えます。小山打席に入っています。初球です。初球は際どいところに来ました。この打球はフェンス直撃、セカンドランナー今ホームイン、1点が入ります。6点差になっています。この回7人目のバッターということになります。最初の1球は何か、これもいい当たりだ。さあヒットが飛び出した。この回は打者8人目まで攻撃が続いています。どこに出てくるんでしょうか。初球わずかに外れてボール、どう攻めるのか。コーナー、これは入っています。3球目はどうする、ストレートできました。しかし今の打球はファウルです。あっとスーアウト三振、リアウトチェン。2回の表終了、ファイターズ3点を追加、7対1、点差を広げました。何を投げてくるか、最初は見ていきます。スイングして空振りです。外へ2つ続けました。様子を見ていった。今度は変化球。次の4球。ストレート三振。下位打線に回ります。牧田昭久、今日の第1打席になります。最初の1球は何か。できました。ショートへの打球。アウト。ショートゴロに終わっています。第1球です。まずは簡単にストライクが来ました。どう攻めるのか。低め打ちました。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。3回の表ファイターズの攻撃、この回の先頭バッターホッパはバッターボックスに入ります。最初はストライク。引っ掛けました、ファウルになりました。次の配球はコーナーを攻めます。この打球はどうなる、ちょっと詰まりました。バッターは8番金子、打席に入ります。初球は低いボール、2球目はどうか、見送ります。ここは追い込んでいます。次はどんなボールを持ってくるか、低めのボール打った、ファウルになります。低めに外れてボール、次が5球目、詰まった、詰まっています。中途半端な当たりになりました。アウト、ピッチャーゴロに終わりました。何から持ってくるか、強烈な打球、初球しっかり捉えた。ツーアウトからヒットが出ました。ファイター、ツーアウトからヒットが出ています。落ちるボール打って、セカンドへの打球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。3回の裏、イーグルスの攻撃、トップバッター島本博、このゲーム最初のバッターボックスになります。その初球は外のボール、2球目はどうでしょう、膝元へ決めてきました。キャッチャーの要求は
これはボールです。変化球外を狙いましたが入りません。鋭い当たり、一塁アウト、サードゴロに終わっています。伊藤さん、中速のバッターが続きますね。こういうバッターがいると攻撃のバリエーションは広がりますか。次のバッターもね、非常に小技の上手なバッターです。これはアウトです。バッター内村打席に入ります。どこから行く、変化球打ちました、打球はセカンドへ、アウトです。守備の名手と言われるだけのことはあります。いや、高さん、ナイスプレーですね。いや、本当にナイスプレーです。お見事でした。こういったプレーがゲームを引き締めていきます。最初の球は初球から低めを攻めていきます。2球目入れてきました。2球目も落としてきました。まっすぐで決めました。スイングアウト、バッター糸井打席に入ります。初球はどうか、初球から打った、いい当たり、これはセンターへ。ここでランナーを出しました。次のバッターを迎えます。小屋打席に入ります。何から持ってくるか、まずはストライク、ボールを操ってきます。これはストライク、サインはどう出されたのか、インコース。さあ4球目、走ったらフォークボールで見事空振り三振に仕留めました。最初の1球、初球インコースから入りました。次のボールはやはり走ってきた、大きくバットが回りました。ストレートで2ストライク目を取りました。この球は入りません。できました、一塁アウトで3アウトチェンジです。4回の裏、イーグルスの攻撃、この回はクリーンナップから始まっていきます。松井和夫バッターボックスに入ります。初球見送っていきます。アウトコースで決めました。次の配球はボールになります。外を続けています。あっと決まった、三振、トップバッターからまず三振を奪いました。どこに入れてくるか、コーナーをいきなり突いてきます。力強いボールです。変化球は決まりません。バッティングカウントからの4球目、カーブできました。次が5球目、2者連続ズバズバッと三振に切って取ります。バッターは5番ガルシア、バッターボックスに入ります。何から持ってくるか、まずは初球ストライク、
2球目です。速球決まりました。いやー、黒木さん、ナイスボールですよね。いい球来ましたね。さあ、次も力勝負を挑んでくるのか。サインはどう出されたのか。この試合2回目のピッチャー交代です。加藤、ファイターズ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。まずはボールから入りました。2球目はどうか。懸命に追いかけます。フェンスに当たります。あっと、セカンドを狙った。狙ったぞ。オフパワー打席に入ります。飛鳥さん、これでヒットが出ますと先発野手全員なんだ。あっと、今度もいい当たり。どうだ、入ったか、入ったか。初球ヒッティングはホームラン。この仙台の空高く美しい光栄が来ました。5回の表ホームランを放ちました。ホームランで中押し、楽な展開になっていきます。2点を追加、点差は大きく開きました。何を投げてくるか。初球はボールになりました。次のボールは低めインコース。これも痛烈な打撃。センター返しの素直なバッティングは悔しい一打になりました。華麗な守備に阻まれます。これだけ見事なら後に引きませんから大丈夫ですよ。ボールはきっちり捉えてますからね。2球目はどうでしょう。これはボールになります。このボール球には手を出しません。次が3球目、ストレートできました。ワンボールツーストライク、これで追い込みました。次の4球目、これもいい当たりだ。ランナーが出る。田中健二バッターボックスに入ります。何から持ってくるか。初球空振りです。148キロです。詰まった、詰まらせました。ファウルです。キャッチャーのサインはこれはボールです。変化球を打っていった。この打球はファウルになります。さあ、何を見せるか。あっと、暴投になった。6球目はどうする。これは変化球。次が7球目になります。打っていった、ファウルボール。さあ、8球目勝負に出るか。変化球打ちました。ショートです。アウトです。タッチはアウト。アウトが2つになって次のバッターになります。要打席に入ります。何を投げてくるか。初球わずかに外れてボール。次のボールは打ち上げ。さあ、3球目打ってアウト。これで3アウト。5回の裏、イーグルスの攻撃。先頭のバッター牧田、バッターボックスに入ります。最初はストライク。次の2球目、まっすぐできました。次のボール注目しましょう。できました。アウト。ピッチャーゴロに倒れました。
初球はどうでしょうか。まずはストライク。次のボールはまっすぐが決まりました。いいところへ決めてきます。一気に来るか。次は外に来ました。さあ4球目浮かされました。この打球はどうなる。バッター島打席に入りました。レフト頭上を越えた。これは長打コース、ツーベースヒット。次のバッターとなります藤井さん、打席に入ります。何から持ってくるか。最初は外のボール。このストレートには力があります。2球目はどうでしょう。直球で決めました。追い込みました。145キロです。3球で決めてくるか。三振、スリーアウトチェンジ。このピンチ三振で完璧に抑えました。ファイターズの攻撃、打順はクリーンアップから始まります。糸井打席に入ります。本当にね、ランナーになると積極的にねどんどん走ってきますからね。変化球打った。打球はファーストへ。アウトです。ファーストゴロに終わりました。初球ストライクを取りました。これは変化しました。キャッチャーのサインはアウトコース。バッテリー1球外してきました。これはまっすぐ。内へ持ってきました。2球目です。決めてきます。さあ1球様子を見るのか。低いボールを打ってファウルになります。次の4球目なんと空振り三振、スリーアウトチェンジ。さあイーグル、この後2番から始まります。この試合はまっすぐが多めの配分になっています。最初の1球、最初は見ていきます。2球目はどうでしょう。まっすぐを持ってきました。今度もストレートできました。バッティングカウントになった。低め打ちました。アウト。ショートゴロに終わりました。バッター松井和夫打席に入ります。どこから攻めるか。まずスライダーを持ってきました。2球目はどう攻める。空振りになります。3球目は二塁へ向かいます。中継のセカンドへ。スリーベース。次のバッターを迎えます。フェルナンデス打席に入ります。どこに入れてくるか。高め、まず内に入れてきました。枠をいっぱいに使ってきます。2球目です。
勢いのあるストレート。3球目はどうする。低めを打って、さあ4球目、低めのボール打って打球は一塁間、三塁ランナー今ホームイン。バッターは5番ガルシア、打席に入ります。第1球高めから入りました。次の2球目ストレートを持ってきました。149キロです。際どく攻めるのか。変化球は入りません。次の4球目高めのボール打った、サードです。アウト、一塁もアウト、ダブルプレー成功、スリーアウトチェンジ。7回の表ファイターズの攻撃、6番からの打順になります。中田バッターボックスに入ります。初球変化球空振りです。外へ持ってきました。ここは追い込んでいます。速いボールできました。ヒットになりました。ノーアウトからヒットが出ました。打ったバッターは二塁へ、ツーベースヒット、2打席連続。オフパワー、バッターボックスに入ります。最初の1球変化球でまず空振りです。2球目はどう攻める。今度もいい当たり、ファーストへの打球、さあヒットが飛び出した。イーグルス、ここで4番手ピッチャーに変えます。片山、ノーアウトランナー3塁1塁というピンチでのマウンドです。果たしてどんなピッチングを見せるのか。次のボールは、あっと、これがってゲッツーコース、さあサードランナーは1塁もアウト、ゲッツー成功です。バッター大野、打席に入ります。最初の1球はファウルになります。次の2球目痛烈な当たり、レフトへ、レフトへ、ボールがどうだ。次の配球はこれはスローカー、アウトチェン。さあイーグルス、この後6番から始まります。7回の裏イーグルスの攻撃、バッター高須、打席に入ります。まずは見送りました。2球目はどうか、綺麗に来ました。150キロです。サインはどう出されたのか。低めのボール球を打っていった、これはアウトです。ピッチャーゴロに終わりました。バッターは7番牧田、打席に入りました。最初は低め、中に入れてきました。151キロです。2球目はどうでしょう。外への変化球外れました。次が3球目、151キロのストレート。ストレートきました。バッター鉄平、バッターボックスに入ります。どこから行く。まずは初球に送りました。2球目はどう。またストレートできました。2球ともインコースを攻めています。果たして3球勝負するのか。コーナーを突きます。これでインコースに3球続けました。次の4球目、追っていく追っていく、打ったバッターは2塁へ向かった、セカンドが中継、ツーベースヒット。
次のバッターとなります。今打席に入っています。何から持ってくるか。初球見送っていきます。打っていった。一塁アウトで3アウトチェンジです。さあファイターズ次の攻撃は打順よく1番から始まります。第1球右方向抜けた。長打コースになる。中継に入る。ツーベースヒット。広打席に入ります。最初の1球できました。ショートへの当たりアウト。次のバッターを迎えます。糸井打席に入ります。どう組み立ててくるか。まずは初球見送りました。枠いっぱいに決めてきました。2球目はどうでしょう。まっすぐできました。これで追い込みました。キャッチャーのサインは3球で決まった。次のバッターとなります。小屋バッターボックスに入ります。最初の球は初球からコーナーをついています。いいところへ決めてきます。どう攻めるのか。さあ3球目外のボール。3球とも外に来ました。外へ。次が5球目しっかり捉えた。レフトへ。どうだ。ここでヒットが出た。さあ次のバッターにつなぎました。稲葉打席に入ります。初球です。初球をストレートできました。147キロです。2球目はどうか。低いボール。3球で決めてくるか。打ち上げてセンターです。アウトだ。堅実な守備を見せてくれます。いやー黒木さんナイスプレーですね。ここは勝負どころなんですよ。ファイター2番手ピッチャーを送ります。石井大量のリードという場面で登板します。イーグルス打線をどう抑えてくるんでしょうか。横へ曲げてきました。スライダーで追い込んでいます。次のボール注目しましょう。これも変化球でした。さあ4球目バーッと三振見えました。初球はどうでしょうか。低めのボール打った。一塁アウト。アウトです。セカンドゴロに終わっています。最初の球は最初はストライク。どう攻めるのか。落ちるボール空振りになります。際どいがボール。インコースボール。変化球打って。さあ6球目外れています。次はどこを攻めるのか。あっと空振り三振。スリーアウトチェンジ。インコースを空振りの三振に切って取りました。イーグルス、ここもピッチャーを変えます。小山慎一郎、ファイターズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。初球はストレートから入りました。次のボールはこれはストライク。サインはどう出されたのか。打っていった。次の4球目できました。打球はピッチャーの横。アウト。一塁アウト。ピッチャーゴロに倒れました。初球です。
初球狙った。一二塁間の当たりはバッターは8番金子、バッターボックスに入ります。初球はどうか。内へのボール打った。ファウルボール。2球目です。ストレート、ゾーンいっぱいに投げ込みます。一気に来るか。コーナーついてちょっと外れた。さあ4球目、今のはボールになります。次が5球目、アウト、スリーアウト、三振、スリーアウト、チェン。最後はストレートで空を切らせました。9回の裏、ついに最終回を迎えました。この回の先頭バッター、フェルナンデス、打席に入ります。打っていった、打球はサードへ。アウト、サードゴロに倒れました。第1球は最初は見ていきます。2球目はどうか。外、外れてボール。結局ボールが2つになりました。ストレートを持ってきました。微妙なところを攻めてきます。バッティングカウントからの4球目、これもいい当たりだ。2本目のヒット、マルチを記録しました。最初はボール。2球目、空振りです。次が3球目、行きました。取り込んで取った。華麗な守備はアウト。攻守絶好調です。いやー、黒木さん、ナイスプレーですね。気持ちの入ったプレーでしたよね。本当に選手一丸となって戦っている感じがチームに溢れてますよね。必死に食らいついているこの姿ですね。はい、本当に素晴らしかったですね。このゲームは10対2、イーグルスに圧倒的な強さで勝ちました。さあ、今日のヒーローです。このゲームの第一成績です。5打数3安打、打点2、活躍を見せました。その活躍で勝利へと導きました。さあ、放送時間の方が